クレヨンしんちゃん、大人帝国って言うんですけど、正確なタイトルは、えこうですね。映画クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ、猛烈、大人帝国の逆襲。こうなんですよね。もう本当にクレヨンしんちゃんのタイトルって長いんですよ。映画クレヨンしんちゃんから始まって、嵐を呼ぶ、猛烈、ビックリマーク、大人帝国の逆襲。で、まずね、これあの、最初に断っておきますけど、クレヨンしんちゃんの映画は、 どれでも大体面白いんですよね。特に僕が好きなのは、あの、映画版の初期4部作で、えー、アクション仮面対ハイグレ魔王はですね、えー、まあまあもちろん最初の劇場版なんか面白いんですけど、ブリブリ王国の野望はアクションがとにかくアニメーションであんなにアクションできると思わなかったっていうか、アクションが面白くなると思わなかったらすごいですし、あとその次のですね、う国際の野望っていうのはですね、これあの、設定が湯浅さんなんですよね。映像系に気をつけろ。だからもう本当にまるでアドベンチャータイムなんですよ。 あの、タイムスリップもなんですけども、えー、過去に戻っていろいろいじくると未来に行ったらこんな影響が出てしまうという時の未来のですね、もう本当に不思議なファッションセンスとかがですね、噂っぽいっていうか、アドベンチャータイムっぽいっていうかですね、えぐい SF やってるんですね。で、ヘンダーランドの大冒険。これが初期4部作と僕が読んでるのの4作目なんですけども、あの、ヘンダーランドの大冒険なんて本当に クレヨンしんちゃんは最初の3部作でやることを全部やった後にまさかのこの方向で泣かせるのかとよくクレヨンしんちゃんは大人の体育かが泣けるって言うんですけども一番最初にやっぱ泣ける映画作ったのってあのヘンダーランドなんでまあねヘンダーランド見た時本当にあこれでクレヨンしんちゃんの劇場版は終わるなって思ったんですよそれぐらい究極の一発かましたんですけどもでもベスト1本選べって言われるとやっぱ僕はこの 大人帝国になるんですね。まだ見てない人は幸福ですよ。さっさと見て、えー、さっさと感動してほしいと思います。えー、お話はですね、西暦2001年公開の映画です。西暦2001年、21世紀最初の年にですね、野原一家の住むですね、埼玉県の春日部市にですね、20世紀博っていうですね、テーマパークができます。で、新之助の両親、広志とミサイオもですね、他の春日部市民と同じにですね、20世紀博に通い詰めるんですね。もう、なんかブームになってるんですよ。で、新之助たち子供はですね、懐かしいなんてわかんない 面白くないっていうふうに不満を募らせてると。子供たちには分かんないんですねで。しかしそれは今の日本を昭和の時代に戻すという野望を持つえ秘密組織イエスタデイ・ワンスモアの罠だったのだっていうお話なんですけども。まあ これだけをですね、僕の口から聞くと、なんだそれと、<laughs> あの、面白いのっていうふうに思うじゃないですか。あの、大人帝国の面白さっていうのは、このギャグ漫画っぽい設定。だって、敵の組織の名前が Yes, t デイワンス h e one m ですよ。これをですね、このギャグ漫画っぽい設定をホラーとして書いたんですね。 新之助を主役として見てる限り、実はこの映画は懐かしいものではなくて、ホラーなんですよ。だって新之助には懐かしいという感情がわかんない。まだ5歳だからですね。えー、a ルウェズを、あの、三丁目の夕日みたいなですね、ノスタルジー作品として誤解されがちなんですけども、 あくまでこれは新之助たち主人公のですね、幼稚園児にとってはですね、ホラー映画であってですね、奪われてしまった自分の親を力ずくで取り返す。結構ね、力技で取り返すというアクション映画でもあります。ところがですね、あの、野原博士、新之助の父親の視点で見てしまうと、失われた世界ですか 憧れていた未来っていうのが切なくてたまらない話というですね、こ二重構造になってるんですね。ホラーとこの切ないが。で、そのホラーと切ないが両立してるんではなくて、見る年齢層で誰を主役にして見るのかによって変わってくるっていうのがちょっと面白い仕掛けです。まず最初は新之助のホラーの話からしますけど、ホラーだからですね、リアリティが必要なんですよ。で、そのためにですね、あの、映画の冒頭で、一番最初はあの、東宝マークなんですけど、東宝マークが 終わった後ですね、最初に映るカットがこれなんですね。エスカレーターで上がっていくだけのやつなんですけど、このエスカレーターのこの金属感の書き込みとかがとんでもなくリアルなんですよ。現代の深海アニメ、深海誠のアニメなんか見てみると、まあ これ見ても多分あんまりショックないと思うんですけど、しかし、クレヨンしんちゃんとして見た時のリアリティっていうのはですね、ものすごくあの衝撃ものなんですね。キャラクターがクレヨンしんちゃんだから単純なんですけども、エスカレーターの金属感がすごいですし、全員のタッチポーズとか、あと、エスカレーターの段差が上に行くにつれて、段差がこうだんだんなくなっていきますよね。この段差が上に行くにつれてなくなっていく速度とかも、本当に完璧なんですね。で、このエスカレーターを登っていくと正面に見えるのが、 太陽の塔の顔がドーンと出てくるんですけどもでそこからカメラがですねこう下から上ずーっと上がっていってこの,あの黄金の顔まで上がっていくんですけども手前の親子はセル処理ですねでここに見えている太陽の塔の屋根この屋根はおそらくブック処理ですね、えー、まあセルにですね絵を描いた画用紙を貼って で、動かすという処理、ブック処理なんですけども、で、それでスライドして動かしていると。で、これで見せた通りですね、最初、この親子にピント合ってるんですね。で、ところが次の、このままですね、ピントが後ろの太陽の塔にずれていって、で、ピントが太陽の塔に合ったまま上にカメラが動いていくんですね。え、丁寧に書かれたですね、このあたりのコンクリートのブツブツの質感。これをですね、初めて映画館で見たときにやっぱ鳥肌が立ちましたね。こんなことを、 やるんだ、クレヨンしんちゃんで。とここまでの質感を持って美術描くってあの僕やっぱあの吉祥寺映画館でこれ初めて見たと時にですねとりあえずあの大人が多いんですねクレヨンしんちゃんってやっぱ5歳児6歳児7歳児ぐらいの子供を連れた大人が多かったんですけどもその嫌々来たはずの付き合いで来たはずの大人がですねこのコンクリートのゴツゴツした質感の体温とか出てきた瞬間にみんながハって息吸ってでこの上まで上がった時にみんなが 息吐いたのを感謝ですよ。映画館中の大人が。その時にですね、ああ、もう、この映画名作になるとですね、もうその時からですね、こう確信してたんですけども、本当に、未だにその、みんなが息を飲んで、その後、うわーって吐き出す音が忘れられないですね。2001年の映画だから、やっぱね、 5歳から10歳ぐらいの子供を連れてくるのって1960年代ぐらいの親が多いんですよ。だから本当に、もろその世代のために作った映画でもあります。このリアリティの世界にですね、いきなり、ポンと、突然出てくるですね、新の助、ミサエ、ヒマワリの三人ですね。本当に会場にですね、ポンと置かれてる感じです。新す助が、何ここっていうふうに言います。ミサえが、万博。で、ちっちゃい声で答える。 新之助が万博っていうふうに聞くと、ミサイが1970年大阪で万国博覧会エキスポ70が開催されたっていう過去形で他人事のように解説するんですね。で、このままミサイと新之助はですね、あてもなく万博会場を見物していると、怪獣が出現したっていうですね、警報が鳴って、新之助たちはいきなりですね、地球防衛軍に変身します。で えー、怪獣が登場し、ソ連艦を踏みじるんですね。ソ連艦を踏みじった時にですね、お父さんのヒロシがですね、そこであのロケット機みたいな飛行機で登場してですね、ああ、ソ連が崩壊したっていう風に言うんですけどですね、もうあの、 劇場の大人だけが大爆笑なんですね。ちょうどあのソ連の崩壊という事件が何年か前にあったので、ソ連艦が壊れたでもいいのに,よ,によって、ああ、ソ連が崩壊したっていうによって、大人だけ笑っててですね、子供たちが何のことかわかんない状態になってたんですけども。で、このままですね、地球防衛隊員ヒロシは身長50メートルのスーパーヒーローに変身します。会場をやっつけると。しかしこれは万博のミニチュアセットを拝見した特撮映画の撮影風景でした。 で、遊びに来ているですね、20世紀博というテーマパークの体験型アトラクションだったと。これはまあ簡単にストーリーを今説明しています。で、ヒロシがその怪獣物をですね、自分を主役にしてやらせてもらった後、次はミサイルの希望するですね、魔女子物にですね、付き合わされて、もう真の隙もひまわりも飽きてしまうんですね。よく知らないわけもわからない昔のアニメのロールプレイングっていうかですね、極化遊びに飽きて、そのまま二人はですね、子供の部屋に押し込められます。 で子供部屋にはいつもの幼稚園のメンバーがいてみんなお菓子とか食べながらうちの親もこれ夢中だっていうふうに言うんですね不思議がっているとでみんな狂ったように買い物をして毎日ここの話ばっかりしてるとで気が付いたらこの間ママがおもちゃで遊びながら独り言を言ってたとなんか怖いっていうふうにですねでそこでしんのすけの友達の優等生の風間くんがですね懐かしいってそんなにいいんだろうかっていうふうに言うんですね このセリフ、風間くんのこの懐かしいってそんないいものなのかなっていう、このセリフがこの映画のルールを教えてくれるんですよ。つまり、子供っていうのは生きてる歴史が浅くて、今をずっと見てるから、だから懐かしいが理解できないんですよね。で、だから大人が夢中になっていることがわかんなくて、だんだん自分たちが邪魔にされているのがわかっていくんですよ。で、まあ、ホラーの下準備が徐々に徐々にこう整って、 来るんですね、しかしまだ映画はここまでの段階では怖くならないんですよ。お父さんやお母さんがなんか夢中で遊んでて最近自分たちはほっとかれてる結局20世紀に毎週違うとこ行こうよ行こうよって子供がどんなに行ってるのに週末はなんだかんだ言ってすぐに20世紀博に行ってしまって親は買い物したり遊んだりで、うん、子供たちはこの子供部屋に掘り込まれる。ですね。怖くはないんですけど下準備が一応全部出てきた段階です。 で、この映画はですね、この、今15分って言ったんですけども、あの、三幕構成になっています。大人的に三幕構成、本当にね、90分の映画が30分ごとに切り替わるんですけども、えぇ、ー、新之助がだん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 追い詰められるのが最初の30分。で、えー、次の30分がですね、新之助反撃するですね。まあ、あの、 45分ぐらいまではね、追い詰められてるんですけど、その後ですね、一気に反撃して、最後の30分は野原一家が反撃して、えー、勝利するというです、ね。まあこれもクレヨンしんちゃんだから当たり前なんですけど、こういうですね、90分のギリギリの分数で無駄のない作りになっています、ね。映画がこの怖くなってくるのは、このしんのすけが追い詰められてるのは、まだまだわかんないんですね。この最初の三十分で二20分を過ぎてから、第1幕の最後の10分ぐらいから、 徐々に徐々に怖くなります。まあ、まだまだここではですね、あの、お父さんの広志、お母さんのミサイはご機嫌で、しんのすけたちだけが不満を言っているような状態です。テーマパークを後にして、あの、二人はですね、車に帰るんですけども、20世紀博のですね、まあ、全体像が、まあ、映ります。埼玉のですね、田んぼの中にいきなり 巨大なビルがドーンと立ってて、で、手前にものすごいでかい駐車場があって、で、このでかいビルの上にそのまあ東京タワーがドーンと寝てる、あの、かってるデザインですね。で、まあ、このイメージ元は何かっていうと、もちろん、これあの、明治時代に建てられた、えー、通天閣、大阪の初代通天閣ですね。 えー、パリの凱旋門の上にですね、これまたパリのエッフェル塔を乗っけたっていうですね、まああのすごいデザインセンスなんですけども、これがあのイメージ元なんですね。で、こういう巨大な建物が埼玉のど真ん中に建っているわけです。で、父広氏の運転する車はですね、楽しかったなって言いながらですね、春日部の市内に帰っていきます。野原家だけでなくてですね、あの春日部全体も20世紀博のえ影響で、レコード屋さん、アナログ版のレコード屋さんがですね、復活したり、あと古い車が 走り始めたということでなんかあのヒロシはですねいや春日部もいい感じになってきたなみんなレトなものが好きなんだよなというふうに話してますで自宅に帰る野原家しかしお父さんのヒロシはですね古い特撮番組をまあ一生懸命見てしまうですねウルトラマンみたいなミサイもですね昭和の時代の魔族ものを見たがるとでもあの子供2人は退屈ですねで2人はですねそういえば今夜8時に発表される20世紀博からのお知らせがあったな何だろうというふうに楽しみにします 8時まであと30分。夜の7時半の話です。舞台変わってですね、カメラ切り替わって夜になってですね、誰もいないはずのさっきの20世紀博の会場になります。で、しかしそのどこかでですね、こんな部屋ですね、なんかもう明らかにアナログな コンピューターがですね、かと次々と映されて、で、ボタン操作のマイクとかがやって、作業員がやっていると。なんかあの、悪の秘密基地っぽいところが映るんですけど、そこに映るコンピューターがもう全部古いんですね、こういうふうにですね。まああの、具体的に言うとですね、パンチテープ式のですね、リードアウトがあってですね、ここにオンオフのスイッチが並んでて、これはですね、磁気ドラムのメモリーがですね、すべてあの磁気テープなんですねで。下にカチャカチャ光って、で、お城グラフがですね、なんかわけのわからん波形を描いていると。 で、このレトロなですね、秘密基地の中を行き交う団員たちがいて、アナウンスですね、オンエア3分前っていうふうに言います。で、その、えー、片隅で語り合うリーダーのケンと、その彼女チャコですね。リーダーのケンとチャコってふざけた名前の。これがですね、悪の組織のですね、えー、リーダーですね。まあまあまあ、ちょっとまあ、ジョン・レノンとオノヨコっぽいやつです。この二人が会話します、えー。ケン、男の方が21世紀もあと30分で終わりだ。 だか,らかっこいいセリフですね。21世紀もあと30分で終わりだ。チャコが短かったわねって言うと、ケンが俺にとっては十分長かったよ。まあ渋い声で言うんですよ。というわけで、悪の帝国です。えー、で、これでケンがですね、全員に短い挨拶ですね、オンエア3分前っての、この挨拶をすることだったんですけど、全日本支部にあの挨拶することで、敵の組織の名前がイエスタデイワンスモアっていうことはわかると。で、このケンとチャコはですね、秘密基地を後にしてですね、地下に行くとそこにはですね、 まあ、地下にはですね。あの空まである広大な昭和の街がですね。まるまる一つ存在してるんですね。すいません。本当にこうストーリーをこうちょっと追いながら説明するしかないんですけども。まあ,あの4つの小さいフリップになるんですけども。も、えー、夕日が丘商店街というところを歩く剣とチャコです。剣とチャコがまあ画面の中をずっと歩いているんですけども。 ここでですねセリフがなくなってベッツィークリスのですねフォークソングですね「白い色は恋人の色」いうですね1968年かなあたりのですねあのヒット曲がかかってケンとチャックはいあの昔懐かしいすごい古い商店街を歩きます商店街にはですねコンビニもなければカラオケもなければ家にはアルミサッシが一つもないような世界です空はいつも夕焼けで商店街をですねオートサンリンが人々の間を縫って走ってるなんかそんな世界ですね 夕日が丘商店街っていうのですね、看板が出て、ここで、この夕日が丘商店街の看板に向かって、多分歩きながら、この看板がややクローズアップになるショットなんですけどね、ものすごい複雑なの合成してるので、僕これね、未だにね、どうやって撮ったかわかんないんですよ。ひょっとしたらこの、ここだけマスクを切って合成したのかなと思うんですけど、それだ、花とかがあるから、マスク複雑すぎて切れないし、 あの後ろの背景の夕日夕焼けの雲をどっちかの方向に引っ張ってるのかなと思うんですけど本当にここで分かんないんですけど見てるとですねまああのいわゆるエモいシーンなんですねこのショットでですねあのさっき言っ話したですね白色は恋人の色の,あのサビの部分がかかるんですよだから街の中へ入った時にあの アコースティックギターのイントでポンポロンポロンポンポロンポロン,ポロンって、花びらの白い色は、女性のデュオですね。恋人の色をって歌がかかるんですけども、この看板が映った時に、ふるさとのあの人のっていう,こうトーンがスッと上がるから、ものすごい、なんかこう、感情が盛り上がるんですけど、これもね、あの、 別にこれあの懐かしさだけではなくて選曲が抜群なんですね。だからあの、まあ、ここら辺もですね、楽しんで、あの、何度見ても僕はこの高音のハーモニーに入るところの高揚感でゾクゾクして泣きそうになっちゃうんですけどね。よくあの、クレヨンしんちゃん大人とよってどこが泣けたかった僕やっぱここなんですね。この商店街の看板で、あの、ふーるさとのになった瞬間にすっごい泣けてくるんですけども。で、ここでですからですね、え剣、ー、のモノログが始まります。 昔、外がこの街と同じ姿だった頃、人々は夢や希望に溢れていた。21世紀はあんなに輝いていたのに。今の日本に溢れているのは汚い金と燃えないゴミぐらいだ。これが本当にあの21世紀なのか。というモノローグを、ずっとケンとチャコが交互に会話として繰り返しながらですね、商店街を抜けていきます。で、えー、商店街を抜けてですね、二人はですね、下宿屋に入って、まあ、貧乏そうな貧しい下宿屋に入って、 で、2人こう窓を開けるんです、ねで。窓を開けて外を見ると、まあ、外は一面の夕焼けで夕焼けを見つめながらです、ね、2人はですねチャコ女の子の方がですね外もこんなだったらいいのにって言うと剣もいずれなるとだからチャ。チャコは切なくて好きっていう短いセリフを言いますでついに時計はですね8時1分前になりますそうすると20世紀初か,からのお,お知らせですねカメラはですね新之助の家にもう一回戻ってで みんなでテレビの前見て見てるとですね、ものすごい短い、明日皆さんをお迎えに上がります。一緒に楽しく愉快に暮らしましょうという、それだけの短い告知 CM が流れるんですね。で、しかしですね、それを聞いたヒロシとミサイがですね、急に不気味な感じで立ち上がっちゃうんですね。これ上がですね、新之助の視点です。で、ヒロシとミサイがですね、全く表情を見せない。むっくり立ち上がって声をかけても返事しない。そうすると、 ひろしがですね明日早いから寝ようってボソっと言うとミサエが「そうね」と言い放って勝手に2人で寝てしまうんですねこのシーンのやっぱひろしの役のです、ね、藤原啓二さんの演技が抑えてるんですよねあのぶっきらぼうに言い捨ててる感じがですね怖い感じではなくて感情を出さない感じで言うのでしんのすけが感じる不気味さがかえってこちら側がこう感じてしまうということなんですけども。 で,二人はですね。ままててですねで翌朝朝になっても起きないヒロシとミサエに諦めてですね新之助はひまわりを連れて幼稚園に行きますそうするとですね町中の大人がですねなんか子供に戻って遊んでるんですねで同時にですね新之助たち本当の子供には敵意をむき出しにしていじめてくるんですよで、えー、これがですね新之助には不気味でしょうがないだんだん町が変わりやすた。 昨日の夜は自分の家の父親と母親が様子が変で朝になってもご飯を作ってくれないと。ヒロシはその部屋の端から端まで行くのに茶舞台の上を歩くシーンがあるんですけども、このシーンがやっぱその子供を持っているなんだろうな家のあるあるなんです。子供って茶舞台の上を登って歩いちゃうんですけど、それをヒロシがふっとするときにですね、あ こいつ今もう大人じゃないんだというふうにわかるんですけどただそれは家庭内での怖さなんですよでも新之助が外にいた時にあの街中で大人が遊んでるとでもそれみんな楽しそうに笑って遊んでるんですよだから怖くないはずなのに何かその今 すいません。コメントで、ちゃぶ台って何言ってくれるとローテーブルのことです <laughs>、えー。床に座ってご飯を食べる時の低いテーブルを、ちゃぶ台と言ったの、ローテーブルのことです。すいません。<laughs> 時代についていけなくて。えー、もう一回繰り返しますね。あの、大人たちが遊街で遊んでるのも、笑顔で楽しそうに遊んでるから、怖いシーンじゃないんですよ。ただ、 新之助たち本物の子供の見つけた時の敵意の目っていうのが新之助にはだん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 あれこの街って怖いことになってるんだっていうのが分かってくるわけですね。でやがてカスカベの街にですね、オートサンリンのトラックですね、ダイハツだと思うんですけど、ダイハツのトラックがやってきます。で、その、 トラックのかける音楽も怖くないんですよ。明るいんですよ。あの、諸女児のたぬや林って言って、小、々、小女児、少女児の庭は、つんつん月夜だ、みんなでてこ、来い来い来いっていうのがありました。あれかけてるんですよ。ただしその音楽をものすごいゆっくりかけるんですね。ものすごくゆっくり、エレクトーン、テクニートーンみたいな、 あの音楽でかけるから、トゥーン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 、っていうのを聞くと、大人たちがそのトラックにうわーっと群がっていって乗っていくんですよ。で、これで、ようやっと異変が起きたっていうのがわかるんですね、新之助たちには。で、オート三輪のトラックに大人たちがうわーっと乗り込んで、その中には自分の両親であるヒロシとミサエもいるんですね。で、新之助とヒマワリは一生懸命声をかけて、 あの、呼びかけるんですけど、気がつかない。で、やっと気がついたかと思うと、悪寒兵をしてそのまま去ってしまう。自分たちはこう、捨てられたわけですね。子供たちを見捨てる大人たち。だからその他にも子供がいっぱい追いかけてるんですよ。だから、もう本当に街中で親が子供を捨てる。いわゆるハーメルンの笛吹きと逆の現象が起こってるんですよ。あの笛吹きっていうのは、 えー、なんだろう、街から子供がいなくなる恐怖だったんですけど、これは逆で、子供たちのための映画だから、街から大人が子供を捨てていなくなってしまうっていう話なんですね。で、街に大体その10歳以下ぐらいの、かな、子供、つまり、10歳以下とは何かと、懐かしいという感情がまだ理解できない、そういうふうな子供だけが残されて、トラックは去っていきます。トラックがですね、えー、去っていくのがですね、これあの、トラックの群れです。 一直線の埼玉の道路、田んぼの向こうの方に、ここに小さい建物があるんですよ。これが21世紀博なんですよ。だから、ね、このね、構図もうまいんですよ。普通ね、21世紀博のビルをね、もう一回なんかアップで見せるか、カット割るんですね。つまり、こうロングで見せた後、ちょっとクローズアップになって、トラックがどんどん飲み込まれていく不気味な建物ってのをつい見せたくなっちゃうんですけど、このロングだけで撮ってる。 この距離感が、その大人帝国の演出の抑え方の見事さだと思います。これあの、えー、夜ですね、子供たちだけで、佐藤九日堂という、まあ、伊藤洋華堂のパロディーですよね。スーパーというよりはデパートにですね、子供たちだけで泊まるシーンがあるんですよ。っていうのは、あの、大人がいなくなってしまったのでですね、電気が止まってしまった、発電所が止まってしまったので、街は真っ暗だと。さあ、どうしようということで、新之助たち、子供幼稚園児はですね、その佐藤九日堂のビルの中へ入って、 で、屋上に行くんですね。で、屋上に行くと、はるか向こうに、この21世紀博の会場から花火が上がってるんですよ。で、花火を見せないんですよね。ドーン、ドーンっていう、遠い音だけを聞かせて、その、カスカベの街のビルの向こうの方の照り返しだけ見せるんですね。あえてこの、花火を見せない。この、やっぱ同じです。距離感がものすごくうまいです。あの、 親がいなくなった子供っていうのの寂しさとか切なさとか怖さをですね、絵になるシーンで無理に見せないんですね。花火が上がってるのを見てるんじゃなくて。そうじゃなくて、子供は背が低いから、ビルの向こうで花火が上がってても見えないんだってことで、あえて目線を、カメラ目線を下にしてしまって、見えないところで花火が上がって、照り返しだけ見せてる。 この辺の演出もやっぱすごかったです。ここまでですね、クレヨンしんちゃん大人テイクの第一部、第一幕ですね、えー、初級編です。もう第一幕の初級編。 いわゆる、しんのすけ追い詰められるの部分ですね。3 0分目からですね、第2幕目、しんのすけの反撃になるんですけども、えー、さらに追い詰められて、ようやっと反撃するという行動になっています。ポンポロンポロン、ポンポロンポロンって。花びらの白い色は恋人の色を。ふるさとのあの人のふるさとのになった瞬間にすっごい泣けてくるんですけども。